毛利広志豊は、江戸時代中期の大名。相国徳山藩五代藩主。第三代藩主、毛利元次の三男。兄は、第四代藩主、毛利元行。毛利照元の男形の彦にあたる。法永6年4月4日、徳山藩第三代藩主、毛利元次の三男として、江戸三田の徳山藩邸で生まれる。元年4月、徳山藩と同時に、 麻布の萩判定に移り、ついで国に帰り、兄、元行と共に、萩へ赴き、徳山藩最高までの3年間を過ごす。教法6年2月11日に、兄で第4代藩主の元行が創生したため、その養子として、後を継ぎ、なお、工房と改める。しかし、実際にはまだ元服の年齢に達してはいなかったため、幕府には、 法令2年生まれの17歳と後年を届け出る。同年12月18日、十五石下に除せられ、翌日、田島守に任じられる。継久府の初めはまだ幼少だったため、長府藩主の毛利忠弘博士が、その後献役として、しばらく政務を預かることとなる。教法7年11月16日、こ豊と改名。教法八年、 徳山藩最高の時に、萩藩から派遣された、伊原元俊志らが萩へ引き上げる。延長4年9月5日、田島守を改め、山城守に任じられる。法暦8年4月8日、次男の交換に家督を譲って隠居する。明和5年12月7日、香山とゴ須。安永2年10月29日に、下松の別邸で死去した。去年十五だが、公には、 去年69である。もう年広豊は公職家でもあり、非常に多くの子供を設けている。ありがとうございます。